お、あ、ニャオニクスや。かわいい。かわいい。ニャオニクスとオスとメスで見た目違うやったっけ？君に決めた。あ、そうだ。そういえばコメントで教えていただいてるんですけど、なんか、うち何やったっけ？サザレさんやったっけ？がいなくね？みたいな。あれ、イベント進めなあかんねんな。知らんかったわ。てか、サザレさんがまさかこっちまでやってくるとはな。知らんかったわ。イベント進めなあかんねんね。ちょっと、知らなかったんで、どうしよっかなと思ってんけど、戻って進めてもええけど、いや、まあ、ええか。うん。いや。またちょっと考えます。一旦進めます、こっちを。多分そんな、喫緊のイベントには関わってけへんやろ。怖すぎるやろ。ちょっとこのフィールド若干重たいんやけど、お前らのせいちゃうか。いけるか？あ、いけそう。オッケー。授業はあっさり終わったけれども。はい、アローラナッシーね。ナッシーでエスパーじゃないよな。アローラやから。草ドラゴン。そこってこいつドラゴンか。眠れるドラゴンの力が覚醒したのだ。あともう一個謝罪しなきゃいけないんですけど、俺一個前の動画で、シマウマが進化したらゼブラなんおかしいやんみたいなこと言ってたんですけど、そういえばゼブラってシマウマですね。はい、完全に、なぜか僕キリンのことを英語でゼブラやと思ってました。キリンって英語で何でした、何ですか？ジラフですか？それはマジボケです。すいませんでした。歳は取りたくないですね。歳のせいです、すべて。というわけで帰ってきました。はい、あ、いや、どうですか、僕の伝説のポケモン。圧あるでしょ。捕まえたよ。あ、見せなあかんの。めんどくせえ、どこや、どこや。あ、おっと、長いからわかるわ。はい。伸び伸び育ったがゆえ、サイコパワーがいらなくなり、ドラゴンの力が覚醒したポケモン。図鑑の内容そのまま読んだね、今。もう捕まえちゃったんですか？はい。何か。よい。頑張った！やっぱパルデア出身の俺ともいえ、頑張りが必要やったな、これは。見てくる。左側のクローデット・モレルみたいな子見てくる。グレープアカデミーのレベルの高さが伺えますね。まあまあまあ。僕なんてグレープアカデミーでただただトップなだけの存在ですから。すいません。ちょっとグレープアカデミーで一番強くって、パルデアで最強のチャンピオンなだけですから。まだ捕まえられていない人は次の授業までの宿題ですよ。それでは解散。なんという、わ、なんかすんごい顔面力強い男がおったな、今。ブルーベリー学園の授業はどうでした？まあ、座学が多いからね。確かにフィールドワークが多い方がいいのか、座学でちゃんと知識を身につけた方がいいのか。まあ僕は結構好きですけどね、こういうフィールド系。よかったです。私まで嬉しくなっちゃいます。私、部室に顔出さなきゃいけ、お、部活もやってんの？案内は終わりになっちゃうんですが、最後にこれだけは聞いてください。何ですか？お部屋の番号。はい、この学校では、ブルーベリースペシャルレクリエーション。略してブルレクが盛んです。ブルレクって。ブルレクはドーム内で活動していると学園から出題されるミッションでして、お任せバトルをしてとか、特定のポケモンを捕まえてとか、いろんなお題を出されるんです。お前ほんま、あ、この角度から見たら眉毛が見えなくなってちょっと顔の印象変わるな。いつどこでどんなお題が出るかは誰にも予想できません。お題をクリアすることに学園内通貨ブルーベリーポイントがもらえます。立ち立っていったな。ブルーベリーポイントは食堂や購買部でお金として使えますよ。あと今後部活でもとりあえずブルレクして BP 集めてみてください。はぁ、どっから出てるんや、その資金。挑戦できるミッションはフィールドで方向ボタンの右を押すと確認できる。挑戦できる通常のミッションは3つで、ミッションをクリアすると新しいものに入れ替わる。はぁ、オンラインでみんなでやれるのはいいね。はぁ、ブルーベリーポイントはお金の代わりにブルーベリー学園で使えるポイントです。学園内の購買部と学生食堂で使えます。というか、部室とか購買部とか、あと、太郎ちゃんの部屋とかってどこにあんの？なんかマップ見てる感じ、ここしかないねんけど。それでは私はこれで学園生活楽しんでくださいね。あ、行ってしまった。タロちゃんもう終わり？さよなら。でも四天王なんやろ、まあ、まだどっかで会うか。おう、お、聞いたわよ、あんた今ブルーベリー学園に留学してるんだって？はい。
いや、それゼイユちゃんが推薦してくれたからよ。先生から聞いたのは、もうやっぱこの子の方が可愛いな。まさかあなたがブルベリーにいるとはね。ブルベリー言うてる。久しぶりにちょっと顔見せなさいよ。そうね、テラリウムドームには行った。ドームの中心にセンタースクエアって広場があるから、そこで待ち合わせしましょう。待たせたら分かってるわよね。やばい、土の味を土の味を噛みしめさせられる。これシママ、オタクの、オタクのシママ、かわいいね、かわいいね、シママかわいいね。あ、かわいい。あ、もうブルレコやってみっか。お任せバトルで10匹倒そう。ポケモン1匹捕まえよう。泳いでいる野生のポケモンを撮影しよう。撮影とかもあんのか。でも海そこやぞ。これちょっとパッと撮ってみっか。撮影のやり方をね、すべて忘れた。こうか。お、えい、クリア。これは、お、変わった。背後からボールを投げ、1匹のポケモンの不意をつこう。はあ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 。ほんならもう、じゃあなんか蛍光魚とかの不意つかれへんか。後ろからラ、いや、捕まえてないポケモン捕まえる方がいいか。不意つきからのゲットまでやってしまえば一気にブルレコが2個終わるから。なんか捕まえてないポケモン。お、キュアは先に逃げられたのよね。キュアワってどっちが前キュアワってどっちが前でどっちが後ろ。ふん、あ、よし、なんか吹いついてるぞ全然わからん不意をついたから今クイックボールで先に抜けられたんやな、ボールから。ふい、どうだ。あ、いきそう。オッケー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 、いいね。花をつけていると嬉しくなって癒しの効果を発揮。君いいね。あ、そうなんでしょ。その体の部分が、体の部分が長くって本体がそこにあるってことか。キュアワは改めてなんかこう見たことなかったわ。花爪ポケモンってことは、じゃあ体についてるそれは自分の花じゃないのか。澄んだ花なのかな。中央部の、あ、これか、センタースクエア。じゃあゼイユちゃんも普段ここにいんのか。あれね、あのボンボヤ汁が入ってる、あれがちょうど中央なのか。お、花粉団子。これ道具ってこれでも拾った扱いになってるね。オッケーオッケーオッケー。じゃあ道具拾いながら 500m を移動しようそんなんでもらえんの、お金。いいんか。鬼しずくもって何回見ても中ボスの風格あるよな怖いよね。ネバネバの水砲を発射。閉じ込めた敵は気を失うと大顎で噛み砕いてしまうなんかずっと怖いな。見えない。はい、見え、あ、いや、なんかあそこで地形がかっちり分かれてるとこあるね。今いたの何、君な、何君。あー、あれや、何だっけ、スターフィンガーみたいな名前の君名前、何だっけ、メテノや。君なんか姿違いあるよね。知ってるよ、あのポケモンスナップで見たよ君のことは。ん、俺多分知らんポケモンで、確かサンムーンのポケモンやねんけど、君のことは見たことがあるよ。大気中の塵が餌、塵に含まれる成分によってコアの色が決まる。はい。あ、よく見たら顔面浮いてるんやまあちょっと進化前後のポケモンって大体同じところにいてるから、まとめて捕まえといきちゃいましょう。はい。君は進化するとすごく大きくなるんだよ。頭を包み込む水泡を3本の足で支えている。時々こっそり入れ替えている。あ、確かに。まだ雫間の時顔ちょっと可愛いな。あ、いやん？あー、それかい。確かに全ての地方が集まっている中心の部分。怖すぎ。高いとこから飛び降りの怖すぎ。よし。いや、俺はミライドンを信じて全幅の信頼を置いてるから大丈夫やねんけど、うわー、怖。あいつも怖。これってやっぱりゼイユちゃんとバトルか？ゼイユちゃんとのバトルになんのか？じゃあオーガボン連れてっか。よし。ボンスケを一回炎タイプに変えて、お揚げと一旦入れ替えるか。よし。ゲイポンスケを。
手持ちに加えたということで、まあゼイユちゃんも満足。あれ いなくね。あ、こっちか、ここや。うーっす。ん、なんか誰かと喋ってる。こんにちは。うい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 すげえ、こっちから話しかけるまで固くなに意思疎通取ってくれへん。ゼイユちゃん俺だよ、北上ブリー。別れてから2ヶ月ぐらいしか経ってないやろ。ちょっと大変でさ、心中察するにあまりある。ゼイユ来客。あ、すごい、単語でしか喋られないタイプのキャラや。えーす、久しぶり。すっごく会いたかったでしょ。はい、すごくです。正直でよろしいじゃん。あー、なんかここの制服着てるとここでは違和感ないな。時間ゼイユ、会えてよかった、さよなら、またね。なんかあの人髪型すごくない？え、頭にネジ刺さってなかった？鋼タイプ？あの子同級生です。ごい面白い女なの。面白い女って言うな。面白い女ん？というか、ふん？ブルーベリーにトワコがいんの、なんか不思議な感じするわ。まあ確かにせやろな、そっちからすれば。よく見たらあんた全然変わってないよね。私は最近ブライア先生といろんな地方を調査して回ってるから。前戦った時よりポケモン強くなってんのよね。そうなんや。ブルーベリーでも有望株なんだ。ゼユちゃんすごいわ。すごいね、ゼユちゃんってすごいと思う。了解了解、やろやろ、はいはい、なな、ゼユちゃんが望むことは何でもやってあげたいと思ってるよ俺。お、ダブルバトルでやるわよ。やっぱここはダブルバトルやねんな。かと思ってちゃんと前方2匹のポケモン変えておきました。あ、いら、はい、ポケモン変わってんのかな。グラ、あ、変わってるわ、ドデカバシ。はい、ポンスケ、炎、草、水、すべて揃えてみました。せっかくだから味わいなさい、テラリウムドームの土の味。ここ土ないけど。お、反応した、オーガポンじゃん。やっぱり私が恋しくなったのね。反応した。さて、相手はグラエナとドデカバシ。まずいね。これはポンスケが草タイプだからドデカバシに抜群取られるよね。飛行タイプよね。からちょっとこれはドデカバシを先に倒さんとまずい。素早さどんなもんやろうな。まあ、レベル差でどうにかなるか。で、あ、ケタグリとか覚えんのか。グラエナに効果抜群。ああ、意外と戦えるか。フェアリーでもうグラエナに抜群取れるしな。何、どうした？くちばしを加熱し始めた。やめて。なんかわからんけど、怖い。すごく怖い。急所に当たった。たまには今一つの技も使いなさいよ。使うか。すぐそういうとこ攻める。でもゼブちゃんやっぱり今一瞬横向いたけど、横顔がいいね。君はよ、よしよしよし、レベル差。あ、急所返し、いや急所返しちゃうわ、そもそも先に急所攻撃した。こっちは、あ、やけど負った。さっきの特性か、ドデカバシの特性をよく知らねえ。怒りの前歯、怒りの前歯って HP 半分にしてくれるやつやったっけ。おお、偉い偉いね。ズルズキン、ズルズキン格闘ですよね。しかも威嚇か、よくないな。まあ威嚇一回入っててもレベル差こんだけあって効果抜群で、しかも水飴の攻撃なら倒せるんじゃない。グラエナにもとどめさして、ポンスケが結構足速いな。グラエナが遅いのかな。オッケー、急所に当てるね。あれ、ケタグリって急所に当たるんやったっけ。じゃあ、レッツクー。オッケー、いいね。まあ、2人とも威嚇入ってるから、ちょっと相手によっては下げたいんやけど。やば、そっちゃ。草ゴーストやったっけ。あ、草やから氷が効きますよっていうのと、あと、スターコンボが草やから効くよね。ケタグリってあれやよな、相手の体重によって威力変わるやつやよな。そうやな、別に急所当たりやすいとかないよな。お、照らっちゃう。
本気のあれテラスタルヤバソチャに使うんや。へえ、あれなんか地味にゼイユちゃんがテラスタル使うの初めて。なんかテラスタルのモーションを見たことがない気がするけど、いやいいと思うよ、ゼイユちゃんは何してても美人やから。お、炎タイプを弱める木の実やから、全然効かん。おっか、まあでも、でももしかしてこれも耐える？じゃあ耐える？耐える？どういうこっちゃ。こいつ防御すごい？もしかしてヤバソチャって HP か防御のどっちかめっちゃ高かったりします？特殊で攻めた方がいいタイプやったか。いやでもツタコンボの、いやこれはもうテラスタル行くか。そっちがその気ならこっちもこれよ。おれい、かかってるかかってる仮面でかいから今読み込んでた。面影宿し、すいません、面影を宿させていただきます。これで攻撃上がんのか、助かる。威嚇で下がった分が、はい、オッケー。これで倒しきれたのが、ちょっと水飴が麻痺してたから、すげえ2人だけでやってもうた。強っ、うちのポケモン強っどう思うぜゆうちゃん、思ってたのと違うんだけどせやろな。あもういいよぜゆうちゃん、もう払わんでいいよ、もう俺が出すよ、なんなら俺が払う。テラスタルで強くなったのに、もっと強くなってんだもん。その容赦のなさ全然変わってないじゃん出た。ところでさ、すぐとは会った？会ってない。あいや会ってないならいいんだけど。お、この声すぐか。お、すごい、めっちゃすごい激しめの貧乏ゆすりしてる。やっぱりすぐりだ、すっごいニアミス。感じ変わった静かに、感じ変わってない。試合用のポケモン5匹は育ててって俺言ったよな。ごめん、今月は家の用事で忙しくて。そっか、わかった。だったら一生弱いまんまでいたら。うお、すげえ、スポコンやスポコンの悪、なんかちょっと性格悪くなってもうたやつや。忙しいみたいだし、代わりに書いてやるよ。退部届け。本気にならないやつは俺の部活にいらない。すげえ、何がすぐりをああしてしまったんですか。驚いたでしょ、すぐ見た目も性格もちょっと変わっちゃってまあ、見た目はええわ、性格すごいな。あれからなんか胸くそ悪いもん見ちまったな。なんや、お、なんか新キャラが次から次へと頭にうんこついてますよ、大丈夫ですか。おやおや、ゼイユに見たことねえ顔、もしかすっとそちらさんが例の訳ありさん。ちょちょちょ、訳あり、おいおい、紹介ぐらいしてくれよ。これ、カキツバタ、いけすかない男確かにいけすかねえや。一応ブルーベリー学園で一番強かったやつ、ご紹介どうも。お、今ナンバー2。こっちはトーコ、交換留学で来てって、私の友達のすぐりとも友達なんだろいロイ言うてるそうです、友達だった男です。はーん、やっぱそうかい、そいつはいいな。それじゃあトーコ、おいらたちの部室案内するぜ。ってはなんでよ。ゼユちゃんも同じ部活ってこと？あんたまだ部活入ってないだろ？どっか部活入っときゃ学園も過ごしやすくなるし、面白そうなら大歓迎、つばつけとかで言ったね。何やこいつ何、どこ出身の人が集まってんの、ブルーベリー学園って。一振り回すやつムカつく私もゼユちゃんはでも振り回されないタイプでしょ、自我強いタイプでしょ。
ああ、ゼイユちゃん大丈夫やね。カキツバタとはただの友達やよな。別に俺がゼイユちゃんと付き合わなかったとしても、それは別に構わないけれども、こいつと付き合うのは許さないよ。テクテクテクと。許さないよ。ゼイユちゃん許さないからね。こいつとはダメよ。ねえ、大丈夫なの？その、あの子は。すぐりだろ？あいつはしばらく部室には来ねえよ。そう。せやな、すぐが心配なんやな。わかるよ。俺、ゼイユちゃんのこと何でもわかるから。改めまして、ここがリーグ部の部室だ。ほう。リーグ部を代表して歓迎するぜ。リーグ部って？はい、よくぞ聞いてくれました。ブルーベリー学園にはブルーベリーグっていう生徒の中でのポケモンの強さランク制度があんのよ。ほう。それで上位狙うため部員同士でポケモン鍛えて勝ったり負けたりどんちゃん騒ぎしようぜって部活がリーグ部でござい。大体合ってるけど言い方。まあ今はちょいと風向きが変わってるがね。絶対すぐりが勝ったやんこいつに。私も部員なの。部室にはあんまり来ないけどね。ちなみにブルベリーグでトップレベルに強い4人はブルベリーグ四天王って呼ばれてる。あ、2人倒したわ。じゃあ1人倒したわ。ちゃうわ。ゼイユちゃんは別に四天王じゃないのか。このムカつく頭ふわおとか。さっきドームで会った子も四天王。ゼイはランク外な。私は学外活動が忙しくてリーグ戦やってないだけです。はいはい、ランクもに参加してないだけでな。野良試合でめっちゃ強いタイプな。強さ的には四天王なんて余裕で飛び越えてんだから。へっへっへ、ちげえね。そうだよ。かきつばたいいやつ。どうだい投稿、楽しそうな部活だろ。おい、好感触ときたもんだ。そうくらくっちゃな。よいしょっと、仮入部は終了。あれ、は、仮入部って何よ。お、ゾウさん的にはオイロたちはすでに仮仲間。部室自由に入っていいし、置いてあるもん勝手に使っていいぜ。あのパソコンも便利な代物だよ。集めた BP で支援すりゃ、他の部活の奴らがいろいろと助けてくれんだぜ。ほう？リーブ部の部室にあるパソコンから他の生徒に BP を支援すると、部室の模様替えやカメラアプリの機能の追加など役立つ。俺、あ、へえ、なるほど。まあ、BP 使ったらいろいろ模様替えとかもできますてと。習うより慣れろだな。ちょいとやってみなよ。なんでカキツバタこんな、江戸っ子なん。あ、え、200BP もくれた。いいんですか？そいつで野球部の投げ端から投球フォームを教えてもらえるぜ。何言ってんの？あ、パソコン起動した時の SE ずっと一緒なのすごいな、ポケモンって。かっちょいいボールの投げ方。ちょっと 50BP 余るやん。ちょっと俺もむしろ募集出したいな。パルディアから来た最強チャンピオン。ポケモン強くなりたい人支援よろしく。550万 BP。手はこう、足を振り上げて、そいや。投げ方変えたくなったらまた依頼してや。選べるボールの投げ方。あ、そっち？え、嬉しい。ちょっと待って、どうやって変えたいのそれ。変えたい。めっちゃ変えたい。投球フォームだ、ボールの。お、できたじゃねえの。初めてなのに、さすがだねえ。いやー、おみそりしたぜ。ブレないあんたにはこいつは出血大サービスだ。何も言わずに 50BP くれましたよね、僕に。揺れないお守り。あー、はい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 。ポケモン捕まえやすくなるやつやだっけ。クリティカルが出るやつやな。やった。ついでにこいつも着こなしゃ、オイラとピュアルック。リーグ部の服。え、もう全部くれる。ついてこ。すごい、もうめっちゃ後輩ムーブしよう。つぶさん、つぶさん、つぶさん、俺、オイラ腹減っちまって。焼肉連れててもらおう。牛2頭分ぐらい怒ってもらおう。さらに今ならなんと置いてある菓子も食べ放題。え、最高やん。俺もう帰らん。あんたの食べかけじゃん。いつのか分かんないし触んない方がいいよ。いや、全然食べるけど。いっぱい説明したら腹減っちまった。おいらちょっくら食堂行ってくっから。正式に入部してって腹くくったら食堂デートしながら話そうぜ。あ、行く行く。え、何どうしたの。あ、ゼイユちゃんがデートっていうワードに。もうあいつな、ほんと何なのよ。あ、ごめん、でも、今んとこブルーベリー学園の人みんな好感度高い。すぐりくん以外。
でもしかもデートとか、はデートって何？デートというのは、いや意味は知ってるから、あんた意外と混ぜてんの。すぐりちゃんこれ感じデートしたことない感じのキャラクターっていうのをめちゃめちゃアピールしてる。ごめんやっぱここ落ち着かない。ちょっとどっか場所変えるわよ。誰も来ないとこあんたの部屋行きましょう。ちょっと待って、もう完全にゼイユちゃんから恋愛対象として見られてないこの感じ。まあ、ここ俺は食堂に行きたいんやけど、つばさん帰っちゃう前に。おい、ここがオイラの部屋か、すげえや。パルデアの学校の寮とほぼ部屋のレイアウト一緒やな。ブルベリの学生はほとんどが寮生活なの。そっちのアカデミーと比べて部屋どんな感じ？変わらん。あまりにも変わらんけど、なんか褒めとかないと。とりあえずブルーベリー学園の人に自尊心を。新しい。最先端の設備だからね。あんた今度私の部屋に来ても行きます。そうだ、あんたに話しとかなきゃいけない。カキツバタとかすぐのこととか。まあカキツバタのことは一旦大丈夫やねんけど、まあもうすぐりのこと聞いとくか。すぐはね、さっき見た通り最近怖いの。北上から戻ってきてから人が変わっちゃったみたい。毎日寝る間も惜しんでポケモン鍛えて勝負して、あの子すっごく強くなったの。学園で一番強かったカキツバタを倒しちゃったし、今はリーグ部部長とブルベリーグのチャンピオンやってる。忙しいんだろうね。私とはあんまり話してくれなくなっちゃった。ま、ただの反抗期だと思うけど。すぐにね、少し変わっちゃったけど、あんたは。トークだけは前みたいに友達でいてあげて。おう、もちろんよ。オーガポン、これ見逃しに見せるぜ。まだオーガポンのことをお兄様って呼んでるかな。あと話しとかなきゃいけないのは、かきつばた。かきつばた、あいつは信用しちゃダメよ。目見開いてる。やる気なさそうに見えて裏で何考えてるかわかんない。本当にムカつく、すったことっこいなの。授業ろくに出てないから3回も留年してるし。あ、それでなんか確かにちょっと年上っぽい雰囲気はあったけど。まあ、言うてでもゼイユちゃんと同い年ぐらいに見えたけどな。ゼイユちゃんも3回留年してる。とにかくあいつには気許したらダメ。絶対よ。この後、カキツバタと食堂で会うんでしょ？ついてってあげたいけど、今日中にレポートまとめないとやばいのよね。まあ確かにゼイユはゼイユで忙しそうやもんな。リーグ部をあんたが入ってくれたら嬉しいけど、ふざけたこと言われたら噛みついてやりなさい。手下やと思われてる。えげつない噛みつきをお見舞いするのよ。ゼイユちゃんにこう言われてますんでって言いながら噛みつくしかない。この学園に入学するそんな未来があってもよかった。俺はそう思う。いなくね？あいたは。よし、食べ終えてるやん。うちの食堂、つばささん的におすすめは学園定食。全体的に柔らけえからあんま噛まなくてもいいのよ。おじいちゃんみたいなこと言うてる。ちゃんと噛もう。へへ、あんたお袋みたいなこと言うね。トーコ、あんたポケモン強いだろ。その強さならブルベリーグてっぺん目指せるぜ。まあすでにパルデアのてっぺんやからな。交換留学で来てるやつが学園で一番になったらすげえ面白いだろ。カキツバタ的にはそれはいいんや。へえ、だからトーコにはブルベリーグに参加してほしいのよ。参加する。お、おいでのスター。お、おおおおおお、これしてんの？じゃあカキツバタ、話って何？何も何もさ、ここ食堂よ。一緒に飯でもどうよって話しとっただけなんだがね。くだらない。そんな暇あるなら少しでもポケモン強くしたら。だから俺に負けるんだよ。ああ、売られちまった。すぐりの大好きなお友達がいても難しいが。え、トーコ、よし、久しぶり。なんで？あれ、知らなかったの？交換留学で来てるんだってよ。本当？うん、今のは本当。私もエントラスでシアの先生から紹介されて。オイラたちも仲良しこよしでさ、どこにブルベリーグ参加してくれって誘ってたのよ。一人だけマジで知らん人いる。誰？コロコロコミックの漫画の主人公みたいなやつおる。他校の生徒のブルベリーグ参加前例にありません。そうだよ、確かにトワコさんはすごかったけど、さすがに
なんだよ、寂しいこと言いやがって。うちの授業を受けてうちの寮に部屋もあんだ。これはもう同じ学園の仲間だろう。そうだよ、つばさんの言う通りや。つばさんがこう言うてんねんぞ。それにうちの生徒の自主性が重んじられてる。ケツを取ろうぜ。おいらもちろん大賛成。タラはどうよ。私はごめんなさい、ルール的にはなし。もうこの時点ですぐの票で決まるやん。赤松は絶対だって OK 出すやろ。学園にいるってことは生徒ってことだろ。ネリネ先輩はどうよ。赤松って女の子、男の子、女の子っぽいか。ネリネは規則にのっとり反対の意を表明。2対2ね。それじゃあブルビーリーグチャンピオンすぐり様はどう考えで。相手が誰だって俺は負けない。うん、それどっち言うて言わな分かれへんわ。あ、すぐりくん、秋つばた、そういうの良くないと思います。バツ。タロちゃんはいいな。これがネリンでな。なんか顔女の子っぽいけど、どうなんやろ。やとしたら視点の女の子多すぎんねんけど。ありなとは。なんか流れてブルーベリーグに参加してもらおうってなっちまった。ものは考えようさ。すぐりと親睦深めるチャンス。なに、俺らもしっかりフォローするからよ。そうと決まれば正式にエントリーしなくちゃな。エントラスの受付に行こうぜ。行く。俺行くし、俺すぐりもっかい泣かす。いやー、そうか、すぐりくんがあんなことになっているとはな。一体誰のせいであんなことになってしまったんや。かわいそうに。すぐりくんはあんなに純朴でええ子やったのに。